はい、どうも皆さん、こんにちは。で、今回はですね、ポケモンやっていきたいと思います。で、今回はね、前回ジム、電気タイプのね、ジム行ったんですけど、ここの近くにアジトがあるんですよね。そのアジトをやっていこうかな。これだね。ダンバッチ、炎、この炎組のアジト行きたいと思います。スターダストストリート。まあ、目的地に設定。この下だね。あったあったあった。じゃあね、炎組のアジト行きます。来た。スターダストストリートの まあなんか5つくらいあるのかな。下っ端スターダンのアジト、帰らない。まあ、まずこの人と対戦だね。おお、すごっ。レベル差どんな感じかな。一応ウェルカムをね、最初にしたからレベル25か。ちょっとやばいね。水の波動焼き尽くす。まあ、こっち水タイプだからね、全然いけるとは思う。ナイス。あと、ギャラドスもね、連れてってます。相手が炎タイプなので。まあ、強いって言われても、正直レベルが高いなって思った。この炎組のアジトも。ネルケ。炎組アジトの調査をカシオペアに頼まれたんだ。終わったから手伝いに来たんだが、もう必要ないみたいで。いやー、手伝ってほしいんだけど。ああ、これ最近捕まえたね、このポケモン。先生のポケモン。このポケモンはカルボー。そう、カルボーだね。スターダン、炎組と何か関係があるかもしれません。私はあの子を追ってから行きます。先にアジトへ。もちろん。お、来た。下っ端に対処できたかは。スターダン、炎組チームシェダルだ。ボスのメルコはスターダン切っての何でも屋。どんな問題も強引に解決する。おそらくメルコは我々の宣戦布告で荒れているはず。今頃下っ端たちがアジトで彼女をなだめているだろう。ならば下っ端たちをどんどん倒せばいい。彼女は姿を見せるだろう。準備ができたらゴンゴン鳴らして大作戦開始。チームシェダルに勝ち込んでくれ。チームシェダルか。下っ端って何人ぐらいいる？戦闘から3匹までのポケモンでスターダンに挑みますか。3匹目だとしたら、これでいこっか。パモット一応穴を掘るあるから。これで。3匹しか使えないのか。さあ、初のアジト。スターダンは特殊な勝負を好む。その名はダンラッシュ。レッツゴー R ボタンをスローガンに複数のポケモン同時に戦わせるんだ。ポケモン体力が減ったら俺のところまで戻ってきな。オッケーオッケー。回復してくれるのか。10分以内俺たちのポケモン30匹倒せたら。30匹?ポケモンを R ボタンでレッツゴーして制限時間内に決められた数の段のポケモンを倒しましょう。ダンラッシュ中は同時に3匹ポケモンを OK。ポケモンがみんな戦えなくなると制限時間を過ぎると負けとなります。ポケモンが戦えなかったら自動販売機で HP を回復できます。途中で OK。 いやー、やばいな。じゃあ行こう。うお、ギャラドス。まあ、どんどん倒してほしいね。パモットも行ってほしい。ここにもいるのか。レッツゴー。行け、倒せ。オッケー、倒した。7匹。敵どこだ。あ、いた。倒せる。ナイス。オッケー。残り20匹。ウェルカモ。あとパモットとギャラドス。まあ、だけどウェルカモでいけるな、ここは。
この上？あ、いや、ここにもいるね。デビル。デルビルか。ナイス。おお、コータス欲しいな。ウェルカムでいけるな、これ。ナイス。コータス、ここにいるのか。OK。ギャラドスも手伝ってもらって、てかアジトにこんな敵たくさんいるんだね。でパモット、あとギャラドス、パモットがちょっと危ないな。一人倒されたね。残り3体。よーし、オッケー。結構簡単にいけたぞ。アジト編ってこういう感じね。来たか、ボス。え？なにこれ。すごいな。なんか東京リベンジャーズ見てる感じ。まあ、ミルコね。オッケー。じゃあ戦おうじゃないか。いや、普通に怖いな。で、ここでも多分、ポケモン3台しか使えないのか。多分。お、クイックボール？コータスか。まあ、ウェルカモで行こう。まあだけどなんかこんな早く倒せるとは思わなかったな。倒せるってか対戦できると。じゃあ水の波動。レベルは同じ27。うわ、そんな食らわないか。火炎車。まあ大丈夫、これは。まあ、水の波動。これでなんか混乱とかなってくれればいいんだけど。まあ、そう簡単にはならないか。水の波動。まあ、オッケーオッケーオッケー。やけどか。これ一回回復しようかな。いい傷薬。クリアスモック。まあ、水の波動。ナイス。意外に火炎車がね、なんか強いね。アクアカッター。よし、まず1人目、1体目は倒した。ブロローム。ブロロロームか。どういうポケモン？レベル、シェダル、スターモービル。一回これ回復したい。え、まさかこれ？このなんか車？車がポケモンってこと？え、だ、え？そうじゃん。じゃあアクアカッター、パンアクセル。
わあ、そんな食らわないな。まあ、アクアカット。オッケー、いいね。まあ、バック回復、ちょっとやけどが厄介なんだよね。どんだけ加速するんだこれさ。テラスタル使いたいね。アクアカッター、これでどうなるか。嫌な音、当たらなかった。オッケー、ナイス。アクアカッター、なんかそんな食らわなかったけど、まあリズム波動、あ、水の波動いいな。多分もう一回いけるんじゃない？おお、倒した。オッケー、来た。いや、よかった。メルコとの勝負勝った。まあ、炎組のメルコ倒して一応アジトは制覇した感じ。お、来た。ダンバッチゲット。スターダン、炎組クリア。スターダストストリート。どういう写真さっきの。ニトロチャージっていう技マシンを手に入れた。カルボー、ボージロー。スターモービル、昔喧嘩用に作ったんだ。喧嘩か。実際に使ったのはてめえら相手が初だけどな。初？昔の喧嘩？スター大作戦って知ってるか？スターダスト大作戦じゃなくてスター大作戦。いや、初見だな。そうか、知らねえよな。宝物みたいな思い出だったんだ。まあ一旦クリアはしたってことか。まあよかったよかった。で、ロトム、カシオペア。メルコからボスの証、ダンバチをもらったようだな。ふむ、確かにこれでボスがいなくなった。チームシェダルはなくなるはず。まあまだ4つあるからね。すまない、少し考え事をしていた。約束の報酬だ。LP をチャージしておこう。おお、5000LP もらったのか。技マシンで作れる技マシンの種類が増えた。補給班から受け取ってくれ。ああ、オッケーオッケー。あ、これって最初のテーブルシティにいた人じゃん。補給班のボタン。ボタン？そう、校門の前で助けたんだけど、
そう、覚えてるね。その EV のバッグだよね。あー、そういうことね。落とし物をたくさんもらった。それで技マシンいっぱい作れるでしょ。確かに技マシン作って、強い技とか覚えさせていきたいよね。はい、ということで一応今回はですね、このスターダストストリートの炎組、一応無事クリアできたね。じゃあ次はね、こことか行きたいよね。レジェンドルートの主バッジの岩行きたいな。まあそうしようか。ってことで一応今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しもあったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで。バイ。